自分以外の人が上がるって信じられないですよ、リーチ受けてますからね、でもリーチ受けてるね、はい、いやでも脳天リーチかもしれないですそんな自分よりいいってのわけがないと。ドラガーローピン、ドラローピンちょっとここにじゃあ、うん、ドラローピンじゃもう休めですけどね休めです、休めって言って、はい、だから何でもいいんですけど、で、スモがキューピーですよ、はい、あ、うん、これね、M リーグだったら実践なんですよ、実は。え、誰の手配とは言わないですけど。なるほど、はい、名誉に関わってくるってことですね。わかんないですけどねいや、僕がちょっとこれ、あのこれと思って、うんうんうん、あの大輔さんこれ何切りますって聞いて、そのまま大輔に目こすりましたよ、何切りますって間違えないんじゃねなるほど、はいはいはい、つまんないのはドラが一枚ないことですよね。あ、手の中に。ああ、そうですね。上がる前にローピンと3ピン入れ替わらないかなとは思いますけどね。うんうんうん。どうせ自分が上がるんだろうけどな。でもローピン引いてから上がったら楽しいなとは思いますけどね。おあつらい向きにEピン飛んでるんで、ちょっとペンチャンの、まあ、3ピンもローピンも、ペン3ピンちょっとケアしてるのもあるんで。これ実戦譜なんですね。実戦譜。これ何を買ったんですか？違うのに。それが。これ3万を切ったんですよ。まあ、9ピン以外を切るんだったら3万になりそうですね。ローワンじゃなくて、まあやっぱり崩れやすいんでね、3色は。だって弱気なわけじゃないですか。そしたらやっぱり3面ちゃんを残しますよね。これきっと急に当たってたんでしょうね。 99% 当たりと思っていないといや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 当たんないでしょ、なかなか当たんない。それこそ 5% です、ね。まあ、ただマンズ待ちがちょっと下がってるから、他の両面、他の時よりちょっと、うん、まあでもピンズとソーズに関しては、まあ、まだ筋がほとんど残ってて、まあ、でまあ受け率も含めたらもう考えるまでもなく、まあ、数パーセントですよね、うん、まあ、10% 以下なことは間違いないですね、うん、そうこれで一発でこれ9ピン捕まされたら、もう9ピンノーに言われたら3回打ちたいですよねどういうことですか、9ピンノー、9ピンノー、9ピンノーちょっと全然意味がわからないですよね、残り3回も上げられます、ね、なるほどなるほど、まあ、いやこれはちょっと場所もびっくりというか、これしかもあれ親輪じゃないんですよね、これはね、そう、なんちゃのリーチ、なんちゃのリーチですよ、なんのリーチでもこれはもういや、親輪だったらまあ初めてね、こう、まあ、やっぱりドラローピンで1枚も、赤もドラも1枚も持ってなくて、当たったら結構1万2000じゃないですか、一応、うんうんうん、あっつってチーピンパンピンこぼさずに9ピンしますまずリーチからの、ね、右端に2枚倒されても9ピンします、いくら 10% ないとはいえ1万2000からだったとしたらちょっと怖い気持ちは分からんでもないですけど、まあでもそれでも、まあ、自分の手8000点ですもんね、この、うん、まあイメージ8000ですよね、まあ8000になりそう、 なってほしいな、8000ですよね、うん、ですね、もしかしたらひどい2000点はあるんですよ、2000点コースが一応あるんですけど、イワン引いて、イスワン引いた時、イワン引いた時ですよね、あの、うん、面品3色でリーチかけて休めに上がると2000ですけど、ね、うん、まあでも9ピンもいきますね、すこれは、はい、これも9ピンいけない人はすごい弱気なんでっていうのはすごいいいなと思いましたね、うん、次も一応どうですか、次の次も、もう、はい、次これを、はい、次の、とにかく18ページですか、はい、この最初は数ピン私 1% ぐらいだと思うんですけどね、ポージュこのステライで数ピンの当たるって6、うんうんうん、6、1% あるのかな、100回に当たりますかね、これも M リーグで出た回数なんですけど、え、その方はじゃあ違う牌を選んだ、その方は違う牌を選びました、ね、そうなんだ、これあとポリプロにもう一つ5点牌別、あの、まあ、いい手ですね、こんだけ来ないからないや、来ますよ、そりゃ来ないですね、この手は来ます、来ます、しかもこれラス目じゃないですか、これ本当にラス目だったんですか、え、多分そうだと思う、うん、あの、整数もそのまま再現してやってるから、これで、で、リーチが9層リャンゾーチュン、はい、9万ローピンチーマ、はい、ローピン、イーピン、パーワン、ナン、はい、うん、以上ですね、まあ、リャンピン、サブロースチーソーいいですかね、それぐらいの読みは止めといていや、もう読み関係ないですよねこれ、あの、ちなみにあの、色ないんですけど、はい、赤なんですね、
か、ウーマンと、はい、もうポンチ絶対しないですね、うん、でこれ本当に実戦譜なんですか。実戦譜です、うん、もう僕がM リーグの審判席で見て、まあ、要はだからスーピンを切らないんであれば当然もうこれしかないわけじゃないですか、パーマン、うんうん、パーマンを切ったっていうことですよね、その方は。ラスメ、はい、そうですね、パーマン捨てました。しかもこれ19,200点持ちのラス前ですね。トップ目が29,000点のラス前のラス目ですね、うん、これ、ウッパーピン、お水用ですよね、ローピンマンチャンスで。さらに言えばローマンで、まあ、他の人の皮見てないんで分かんないですけど、ね、もしかしたらウッパーピン6枚切れてるんじゃないですか、これそれもさすがに問題にならないのでね、うん、そうなんですよ、うん、まあ、これはもう目つぶって全部いく局面ですね。それこそ読みとか関係ないんですよね、僕にも、うんうん、ああ、私これスチーソーサブロスを抑えるんで抑える、あ、いや、だからそれ言うんですけど、ツモする層の時に、はい、プリテンデブランでもパワーマン打ちます、ね、まあそれはそうですね。ツモ3層でもパワーマン打ちます、はい、スーピーウッド3層、最終形はまあ一応、うん、6チッパーが一番高いんで、うんうん、最前形モトビは3層ツモ切りなんですけれども、うん、この私リーチに対してウッパー層なんでお前読まないんだっていうのはありますけれども、私の師の教えからは麻雀の捨て合いリーチを読むときに、マンチャンから読めっていうのがあるんで、はい、まずは5のまたぎのスッチーサブローから読んでいくんで、うん、ウッパーソーは最後の読みに入るんで、三蔵数層でいたとき、まあ、パーソーは通しに行くんですけれども、うん、三蔵数層でしたくないんで、三蔵は取ります、これは。うん、まあ、というか、二筋勝負になるんですよね、要は。うん、パーマンを切れば、一筋勝負だけど、うん、三蔵勝負すると、チーマン入った時に2筋勝負になるという理由ではなくてですか。ではなくてですね、はい、うん、いやもう読みの時点で私ギャンピンサブロス地層以外は全部投手なんで自分の中で、まあ、リャンピンは多分通るんだけど、はい、リャンピンこの試合は通るんです多分ね。ただソースの間違いは残るんで埋まってるはずなんで、うん、リャンピンはまあ長年積んで、いや地層サブロス層、うんぐらいですね、自分が。サブロー1は次に入りますけど、サブロー1は安いなと思いますね。マンズ978でかぶってるのが、年品からスタートとかそんな感じかなっていう、捨て入り的に、ローピンとか、中チャンパイをポンポン売ってるし、メンタンピンでまとまってる気もしなくて、まあ自分は赤赤ですし、うんうん、まあ安いな、サブロー1は売ってよしというイメージですね。ローは3つ持ってるから打ちたくないっていう考えだけはやめた方がいいと思うんですけど。この配信、ローは暗行中したくないとか、うん、そういうくだらないことは考えない方がいいと思うんですけども、うん、むしろ私、三蔵ですとか嫌です。三蔵数層で。ローは打つ、うん。まあ、スーピン打ちますよね、これね。聞きたかったのは、スーピン打ってパーピン引いた時ですね。はい。うん、最高の。それはどっちですか。まあ、それ、馬強次第ですよね。あ、はいはい、まあ、G1 拾えそうだなと思えば、ローマン切ってダマとかもありますし。一応ダマ点で積もっても跳ね回りますからね、勘チーマンにしとけば。これ逆に言えば、このチーマンが飛んでなかった状況で、はい、3万もチーマンも4枚ずつ、まあ、残り、見た目だって残ってると、うんうんうん。その状況の時にどちらを打つかっていうのをちょっと教えてほしい。まあ、基本的には、枚数がもうその時点で差があるんであれば、チーマン現物で拾えるとかもなければ、三面ちゃんリーチに行きそうですね。はい、まあ、一発とか裏とかのオプションで跳ね回り積もとかになりますし。うんうん、これでも私の読みだとサブロスとスッチーソーが大本線なので、はい、先に埋まったとしてももう嘘を使われてるんですよ、リーチ者にすでに1枚。そんなの分かんないですよ、まあ、使われてる可能性が高いと思いますけど、高い、そうですね、はい、高いんで3番と10番の単純資格で同じだったらやっぱりリャーハンも取るわけですよね、うん、まあ、メンツ構成的にかなり総菜持ってそうですね、確かに、うん、これはもう自分のイメージで嘘で上がるイメージがあんまりないんですよね、うん、嘘ポンプできないなっていう感じ。チーワン、サブロワンはポンチいくらでも、これ多分サブロワン待ちじゃないんで、私の中では3万もすぐ切られる範囲で3万チーとかすぐできると思うんだけど、根拠あるんですか。ちなみにあんまりないですねこれちなみにこれくらいは何待ちと読むんですか。いや、何待ちとも読まないんですね、根拠読まない。僕自分の手がやっぱり一番基準になってて、ああ、なるほど、うん、で、まあ一応宣言範囲なんで、これドラなんですよね、確か。あ、それドラなんですね。はい。あ、ドラです、ドラです。はい。はい、なんで、やめやめね、要はこれがポンされても、ナンバでこれがポンされてもいい、
町であるっていうんで、まあ、両面の可能性は高いと思いますね、まず。三面茶は少ないんですよね。うん、三面茶ないですよ、実際に。イースチーソーとかないじゃないですか、断層切りって、早切りで。三面茶の形がないんです、ヤウンパーピンもローピンが早切り2枚なんで、うん、ないんで、まずしたら、ね、絶対両面なんですよ。絶対ってことはないけど、まあ読みの中では限りなく両面町リーチなんですよね、このリーチは。しかもポンされてもいい両面町なんで。まあ、結構両面っぽい。両面は相当両面っぽいですね。そうですね、このリーチはね。はい、でも読まないですね。あ、でも両面の本数は読みますよね。両面、はい、サブロス層、スチー層、ウッパー層。まあ、これイース層外すんですけど、イース層ないんで。まあ、あと、両面言いましたっけ。サブロワンですか、最後。まあ、イース1。いや、僕は7筋ぐらいですから、やっぱり。パッと6、7筋かなと思って、まあ、想像の色が高いなっていうのは次に。想像の真ん中頃が高いから、スチーソーサブロス層がその7筋の中では、ちょびっとある可能性が高いと。いうことで、スチーソーサブロス層が本線という感じになっていくんですけどね。ウッパ層はないですか？ウッパ層最後に4筋なんだ。8本目ですね。第8、第9ですね。イース1、ニャウン1と同じぐらいの比較ですかね。なんでウッパ層はないんですか？いや、イースワン、ニャウンワンと同じですね。あの、同じぐらいですけど、はい、ウッパ層あるんじゃないですかね。ウッパ層ありますけど、内から読んでいくんで、あの、ウッパ層って読んじゃうと、この手ならいいんですけれども、はい、あの、6球層って読んで、球層止めると、反撃ができないんですよね。球層捕まった瞬間に。なるほど。あの、はい、内に読んだ方が、回しやすいんですよ。同じ当たり確率だとしたら。それ読むって言うんですかね。まあ、だって要は結局自己都合で打つわけですよね。自己都合でそう自分こうあってほしいみたいなことですよね。はいはいはい、これウッパー層だと、もうウッパー層引いた瞬間に、はい、終わりですね。終わりですよね。ねまあ、ウッパー層ちゃんと読めればローソーチー層打ってあるけれども、はいまあ、そこまでのジャンルがないんで、まあ、終わっちゃうから、はい、やっぱりウッパー層は当たってもしょうがない。まあ、自己都合なんですよ。ウッパー層引いたら、ゼロで打ちますけど、もう止めてられないんで。よくわかんないですけど。それなんか読むって言わない気がしますね。あ、なるほどね。僕読まないんで、もうこう、これはこの手をもらった以上はただまっすぐ行くだけなんですよね。なるほど。はい。でもなるべくとあのあ自分が上がるためにその勝負の本数は減らしたいと思うんで、うん、三蔵引いた時にね、例えばパーマン切りとかっていうのはありますし、数層はもちろんパーマン切りますけど。うん、これじゃあ例えばスーピン打ったときに、はい、2番とか2番とか引いたときあ、もう全部まっすぐつもぎりますね。はい、うん、まあ状況がもうこの手を降りることを許してないと思ってるんで、はい、手の勝ちで、はい、攻めるっていう。そうですね。まあ打ち替えは同じですね、はい、きっとね。スーピンってまあ三層引く9層は私9層つもぎりなんですけども、うんうんうん、まあスーピン打ったとですね、まあ急走現物で、まあしかも単用で、まあこれ仕掛けても漫画ある形ありますからね、うん、C1 2枚目が迷いますね。まあパーピンとか仕掛けて漫画とかもありますしね。そう、はい、まあ順目があと数順したらもう3列目ですからね、はい、終盤なんで、うん、はい、なるほど、はい、さあでは、はい、他のテーマにも行きましょうか。